ジャガイモンは、北海道シホロ町のご当地キャラクター、シホロッチ戦隊シホロンブのリーダーであり、PR マスコットキャラクターである。シホロ町の地域活性化活動を行うため、2011年6月にご当地キャラクターとして、シホロッチ戦隊シホロンブが誕生した。キャラクターの魅力発信の一環として、ツイッターで情報発信をしたところ、 シホロッチ戦対シホロンファイブの中で、ジャガイモンだけ人気が出たため、ファンクラブや公式フェイスブックアカウントがある。プロ野球選手である、松坂大輔に対しツイッターで、公認をくださいとリクエストし、それが開諾されたことをはじめとして、上原浩二や鈴木アングルなど多くのスポーツ選手や、タレントから公認を取得するなど、ツイッター上における大胆かつ風変わりなつぶやきが人気となっている。 シホロ町には公式キャラクターの大地くんがいるが、シホロ小学校の児童45人を対象に知名度を調べたところ、全員がジャガイモンの存在を知っているが、大地くんは29人しか知らないなど、知名度には大きく差が見られる。ジャガイモンプロジェクト公式ホームページより、池。シホロン5。2013年2月10日公開。ツイッターでエンドケープとジャガイモンが、 公式ソングを作ろうというやりとりをきっかけにして、様々な人の協力を得て完成した。ジャガイモンの属する、しほろ町を元気にしたい、しほろ町をたくさんの人に知ってもらいたいということを基本理念に活動している任意組織。代表は、川崎康史の4本立てで活動を行っている。特に、タレント関連事業は町おこしを目指す組織でありながら、 アイドルをはじめとしたタレント等を応援、育成するというユニークで風変わりな取り組みとして知られている。ジャガイモンと交流のあるタレントが出演するイベントに一ファンとして参加する特別出張が行われており、そこにはジャガイモンも同行し、タレントやそのファンたちと交流を深めている。またこの交流や経験をきっかけとして、現在では、 アイドルやタレントの出演イベントの主催、制作も行うなどしている。他にも、各種イベントの単独での主催、他団体と組んでの制作協力など幅広い活動を行っている。ありがとうございます。